どう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 。マグナム名古屋の危険やばかったでしょ。東錦すごかったでしょ。あれねハマっちゃってねやばいんですよ。ほんでハマたまたということで、ですねマグナム長尾、何やってるかというと、まあ、副業って書いたけどそのね商売やってて、やっぱり一生懸命俺ルアーっていうか釣り具を売ってきたでしょ。釣り具ってねやっぱりね定価あるじゃないですか。定価あることによってもうねネットの商売とかあといろんなこうヤフオクとかそういうのが出てきたことによって、ヤフオクとかメルカリとかね、もう価格破壊が起きまして、で定価で実際売れるもんがなくなるんですよ。逆にまあ言えばあのヤフオクとかねああいうのだったらもうプレミア価格とかついちゃって、そんなんで売るわけいかないじゃないですか。うちがだからもう商売って定価あるもんはやめようと思って、定価のないものだけを今後副業としたんだするんだったらやった方がいいんじゃないかっていう内容があれだったんですよ。定価のないもので何だと思います？もう言ったようにさあの言うたように金魚とかよ、まあ爬虫類とか、まあ今売ってる錦鯉もそうだよね。要はね定価がないんですよ何も。あと僕あのまた今度言いますけど観葉植物やってるんですけど、それも定価ないんですよ。だから自分でつけれる、自分の価値でつけれるもんを商売にした方が絶対今後良くなる。しかもそれを薄利多売っていうか安売りするんじゃなくて、価値のあるものをしっかり価値のある方に買ってもらう商売、それがねやっぱりね今後ねいいんじゃないかなと私は思いますね。あとはまあね在庫しなくていかにこう売るみたいなのもあるんで、在庫のリスキーもあるけど、でも在庫する分こういう生き物とかそういうのだとなんていうかちょっとまあ利幅取れながらねしっかり利益取って売れるみたいなのもあるんで、で今回ね私ねそのもう十何年来てっかな、12、13年来てると思うんですけど、この競り場っていうか行った金魚の競りに来てます。これ業者しか入れないんで一般の方はまず入れないんですけど、私業者登録されてますから、これちょっと今切り替えますね。どんな金魚行くか教えますか。見てください、ね、こんな感じでずっと毎週こうやって金魚が出てくるわけです。これ一船っていう1個のこの船で全部落札されていくんですけど、バーっとかこれ金魚すくいの金魚とか餌の金魚とかで、ほら350匹入ってきた、すごいし、いろんな金魚こういうのを私ずっと何年もほら色もこういうのを私もう十何年間ここに業者登録で競り落として皆さんに全国にいい金魚を届けてるわけですよ。今回昨日言うてたほら前言うてたこれ、これも東錦ですよ。見てください、これこれほらこんな汚い色でもこれ東錦なんだ。五色東って言って埼玉県の志村養魚場っていうとこ、もうほら、この粉炭、これこいつ、わかるかな、志村さんの特徴だな、ポクンと丸っこいやつ、こいでしょ、上から見てね、四角になるんですよ。いいね、これ搭載っていうか、これまだ生まれて数ヶ月の魚なんで、いい魚ばっかりだよね、大まかにあって。五色、東錦自慢じゃないんですけど、私こうやって満タン金魚おるやん、ちょっとおんでしょ、これ2秒で、あこの金魚いくら、この金魚5万、この金魚3000円、この金魚10円、この金魚価値なしとかって言って一瞬で目利きできますから、このパッと見た瞬間に
どれがいくらぐらいの相場、どれがこれはどれが売れるっていうのを一瞬で分かりますから。このとかいいよ、これ綺麗だよ、これ琉球のこの丘なんかブルーホテルだね。おっぽがほら見てみましょう、上でしょ。ブルーホテルってなんていうか、お先になのかな、くるんで回ってもね、繋がってるのはお先に綺麗でしょ、これの。これね、色でね、全然ね、値段が変わるから。かわいいっすよ。こういうのをね、毎週やってるんですよ。マグナム長尾いないなと思ったら、こういうとこに出向いて、金魚を勉強しながら、仕入れてるんですよ。今回ね、冬なんであんまりいい金魚出てないんですけど、でもまあまあ、やっぱり志村さんの魚はやっぱりいいっすね、いい魚多いよね。見てて飽きないでしょ、金魚。春からはね、すごいね、産卵っていうか、あの金魚のあの赤ちゃんを見たら魚がすごい痛むんですよ。だから冬の時期から買い込んどいてやんないだけなんですよ。これ終盤の選手のコメットの繁殖、こういうところがあってね、こういうところに仕入れ肉ですから、皆さん、利用者さん。金色の、レモン、レモン。金、本当の金魚です。ゴールド魚の金魚。金魚、金魚ともオレンジのところにいる。これは本当の金魚。すごいですね。だからこうやってね、ずっとね、マグナム長尾はね、来てるんですよ。ね、こうやって、こう趣味のが高じてこうやって来てるんですよね。じゃあ他にもちょっと見ましょう。じゃあお願いします。すごいな、大分のバッチ3つをね、3つを尻尾もから脇になるんだけど、こう魚みたいなこう金色のね、なんか金色がね上に来てるよね。失礼します。いろんな種類がありますよ。変わり出てきて、今日もね、多分だね、五色の本来これ捨てられてたやつなんだけど、こうやって残って色がね、ちょっと変わってるのが見えてるような。だいろんな種類出てきて、パンダだよ、パンダ、パンダ。パンダからです。パンダもいいですよ。パンダいい。これは綺麗でしょ。サラーさんの脇。これ鑑賞用だよ。尻尾がほら、実はこれ分かれてるし。こんなんのもいいからね。天狗人家朋友水泡感水泡高い何してるがいるもんだよね。
ゃあ皆さんもね、金魚ってやっぱり金の魚っていうか金の魚っていうからお金が貯まるっていうのが中国から有名なんでね、ぜひ金魚玄関に買ってね、やってください。超かっこいい。金魚好きなんだよ。よろしくお願いします。